ジョニーマー・ジョニーマーは、イギリスのギタリスト、マンチェスター生まれ。1980年代には、ザ・スミスの中心メンバーとして活躍し、オアシスのノエル・ギャラガーや、モトスウェイドのバーナード・バトラーなどといった多くのギタリストにも影響を与えた。2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第51位。 アイルランド系移民の子として生まれる。両親はアイルランドのキルデア県出身である。マーク・ボランやロリー・ギャラガー、パティ・スミスらの影響を受けながらミュージシャンとしてのキャリアを積み、1982年にザ・スミスを結成。ザ・スミスは英国内で絶大な人気を獲得したが、人気絶頂の最中であった1987年にバンドを脱退。結果として、 ザスミスは解散してしまう。その後も活動を続け、1987年末にプリテンダーズに在籍してツアーに参加し、1989年から1993年までザザのメンバーとなり1989年のマインドボム、1993年のダスクと2枚のアルバムに参加している。百八十九年にはニューオーダーのバーナード・サムナーと スーパーグループエレクトロニックを結成する。ペットショップボーイズのニールテナントらを迎えて、シングルを出す他1990年代に3枚のアルバムを発表した。その他、セッションミュージシャンとして、楽曲提供者として、プリテンダーズ、ペットショップボーイズ、ビリー・ブラック、ブラック・グレープ、ベック、オアシスラと活動している。またその後2000年には、リンゴスターの息子ザック、 スターキーや解散中であったクーラ・シェイカーのベーシスト、などとジョニー・マーザ・ヒーラーズも結成し、プロデュース業も数多くこなしている。2006年、米国のロックバンド、モデスト・マウスのレコーディングに参加し、アイザック・ブロックとも曲の共作を行ったことをきっかけに、正式メンバーとして加入し、ライブにも参加することが発表された。同時に、オレゴン州ポートランドに移住している。 2008年、英国のジャーマン三兄弟によるロックバンド、クリブスに正式に加入した。マーがこのバンドのファンであり、互いに曲のアイデアを交換しているうちに、結局バンドに加わるようになった。2009年のアルバム、イグノアザイグンラントにも参加した。2010年公開のクリストファー・ノーラン監督の映画、インセプションにおいて、 ハンスジマー作曲のサウンドトラックでギタリストとして参加。2013年、ファーストソロアルバム、ザ・メッセンジャー発売。2014年、セカンドソロアルバム、プレイランド発売。2018年、サードソロアルバム、コール・ザ・コメット発売。ソングライター志向の彼は、ギタリストはあくまで伴奏者であるというポリシーを持つ。テクニックをひけらかすのではなく、 曲にふさわしいフレーズさえ弾けばよく、無駄な音は一音たりとも弾くべきではない、とのこと。流麗なバッキングリフはメロディラインとは別な旋律を奏でており、彼のギター一本でフィル・スペクターを演奏するという意気込みを文字通り体現するかのようなギタープレイである。また、ハウス・ミズ・ナウのようなエフェクティブなプレイにおいても才能を見せつけ、非常に引き出しの多いプレイヤーでもある。 一言で言えば、様々なアイデアをギターによって表現することに長けたミュージシャンである。真に革新的な人なら誰でも取り入れたものに対して自分なりのひねりを加えるだろうし、そうしてこそ、それらのものは新しく生まれ変わるんだ。ありがとうございます。